皆様も準備はいいでしょうか。はい、ラルコの音色が響いております。そしてちょっと踊る前に皆様に注意点ですね、駅構内でのイベントでこの後、駅を利用される方はたくさんいらっしゃいます。踊っている最中でも電車を降りて上がってくる方、乗られる方がいらっしゃいますので、通路の確保をそちらご協力よろしくお願いいたします。さあ、それでは京翔くんと脈々も一緒に踊ってくれるかな。 OK、 ありがとうございます。それでは音楽スタート。成長よさこい鳴子踊り、皆様に見ていただきました。踊っていただいた皆様ありがとうございました。そして黒潮くんと宮古幕も一緒に踊ってくれてありがとう。はい、バッチリと鳴子を鳴らしていただきました。はい、さあ、そこで100名以上の鳴子の音色がこの駅構内に響きました。後ほど会場にいらっしゃる皆様にもこの成長よさこいレクチャーをする時間を設けておりますので、そこで一緒に覚えてみんなと一緒に踊ってください。はい、じゃあ黒潮くんと脈々くんはステージ気をつけて降りてください。はい、また後ほど2時40分頃にゆるキャラのこの2人との写真撮影ができますのでね、その時間もお楽しみください。はい、さてここでですね、ちょっと今回運営をしておりますエキスポよさこい2025プロジェクトの活動について、ちょっと